なあ、さてこれからどうする？さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ？木の葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を？ダメだよ。それは誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか？お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。おっす。証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ、今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとけ。第8問開。8問遁甲の陣。面白い。八門全開時特有の若い状まるで秋に散り朽ちる枯れ葉色、落ち葉のようよ。確かにそうだ。ただ散って落ちるわけではない。それは新たな若葉の養分となるのだ。そして青葉が芽吹く新たな春へとつなげる時こそが青春の最高潮。燃える時、未来を守る、そのためだけに燃えろ青春。最後の炎が燃え尽きるまで。知らないで、ここまでワクワクするのか。俺を追い詰めるのが先か、それともお前の命が尽きるのが先か。どちらにしてもお前の僕はこれが最後の戦いだ。その拳が震えなくて存分に楽しむがいい。ダッシュ石器。体術において俺の戦ったものでお前の耳に出るものは一人としておらん。
先鋒イントンライハイダッシュセダダセキュウおっとダッシュいいぞもっと踊れあれで気にしかないぜへえ、耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技だ。あれは何だ。それによくよく見ると指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか。リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も。貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。